皆さんこんにちは。こんにちは。はっきり姉妹です。今緊急で動画を撮ってます、はい、今ね時間がね3時22分なんですけど、暇だねってなってよし競馬をしようってなって、今もう3時22分です。45分にレースが始まるので急いで買いたいと思います。ね、レースが新潟 G1 じゃなくて G3、うん、って書いてあるね。そう、関屋記念 G3 が今日2つあるので、35分に1本と45分に1本あります。調べてみよう、何がいいか、うん、いくら分買う、うん、あ、じゃあさ2000円ずつでさ、どっちの方があのマイナス少ないかみたいな、うん、もっとかけてもいいんだけど、いいよ、それで2000円でいい、うん、2000円ずつの勝負です。関屋記念の勝負、あ、知り合いに連絡してみなよ。今日はもう大丈夫、何乗るっけ。いや、粗品って結構当たってないでしょ。あ、そうなの。確か1回2000万ぐらい買ったけど、基本は多分粗品が買ったら外れるみたいな感じのはずですよね、皆さん。てかさ、普通にさ「暇だね」でさ競馬やってる、うちらやばくない？あ、大悟の予想あるよ。注目馬1515にしよう。156と15のワイドでお願いします。え、それに2000円かけるの。1000円、はい、予防、そうそう、じゃあ1000円にしとこう。そうなの。1000円にしておこう。さあ、今回は勝てますかね。100万ぐらい勝てないかな。100万当たったらどうする。50-50ずつだよ、どっちが当たっても。そうだな。え、2000円じゃないの。どうせだって、何どうせだって当たんないと思ってんの。だってワイドとか当たったところで金額引くの。じゃあワイドと3連単にしよう。もう3時半だよ、やばい。マジ、これ1分を争うから。じゃあ私も決まった。あ、さっきの6と15のワイド、いや、これ500円にしとくわ。オッズとか見たいんだけど、見てる暇ないもん。これでカットの組み合わせで買ったらマックスいくら、あ、最低いくらっていうのを見ながらさ、本当は買いたいんだけどさ、それ見てる暇ないじゃん。私はじゃあ3連複6等選んで、もう時間がないので3連複の6等2000円でいきたいと思います。過去のデータを見たいです。時間がないですが、ガチだから。なんか自分だけ情報をなんか入手してんのかと思ったら、ほっそほっそしてないよ。3つから買っていいよ。あ、パクるつもりだな。いや、パクんな。それではパクんな。パク1、6、15、13、14、14。トバルクラム別でかけないと、これボックスではいけない。じゃあ3連単いっちゃおっかな。1、6、15で3連単買います。3連単ってあれもだよね、着順も。そうそうそう、1、6、15で1、6、15で、私のターンは以上。じゃあもう勝ったんだよね。まだ勝てない。あ、急がないと購入できない。やばい、そうそう、やばい。あ、何、予想やつやつやつ。あんたに勝った化けを応援するとき用に送ってあげようとしてさ。またこっそり、またこっそり連絡取ろうとして。してないよ。あ、待って、あんたにさ、せっかく画面があった方が楽しいやろと思ってさ。やばい、もう40分です。私まだ変えてません。買いました。3連単と3連複を買いました。当たりますように。1615、これこの回、この回です。頼む。16と15、いいよ、15いいよ。落ち着いてる、落ち着いてる、うん、あー、6も落ち着いてるよ。よし、しまった。あ、やばい、1後ろにいる。いや、でもいいんだよ、別にそんな最初に前に行き過ぎでもだし。うわ、6ビリだ。うわ、15ビリじゃん。15ビリ、15一番前だよ。あ、そう、1はあの真ん中より、あー、後ろ。あ、6ビリやん。あ、6追い上げてきた。きた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 。いいよいいよいいよ。13、待って、私13も勝ってるよ。え、もう終わる。もしかして、もうすぐ終わり。もうだってほら、もうあそこ終わる。15、あ、18か。あー、やばい、1が、あ、13めっちゃいいところいる。 1後ろやん。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あー、グレーの馬、6が追い上げてきた。じゃあ白白いやつ、帽子が、違う違う違う、白いの、下のスタンプで見たの。スタンプって何？下の下のやつで、あ、でも来た。馬じゃなくて、あ、6が来てる、6が来た、来た、13が来てくれた。15、か、6、1以上、15、やだ、14ダメ、14ダメ、あー、14が来た。14勝ってなかった？はい、当たったんじゃない？え、13、14、15、13来てた、13来てたよ。15、14、6、6じゃない？ボックス買ってるもん。しかも1000円かけてる。100円だ。え、
だよ。違うよ、徳光のおかげ。イエーイ、買った。いくらぐらいなんだろう。いくらなんだろう。これ、お釣り。山上げしなくていいって言ったよね、君。でも私3連とか当たってる。当たってる。当たってる。ごめんだけど当たった。勝ってたもん。これできなかった。自分だけめっちゃ当たってないかのように隠してたね。ほら、6、13、13連服だから。いくら？ほら、熱い。調べろよ。熱い。熱い。調べろよ。熱い。え、どうやって調べるの？調べてみるか。うん。15、14、6だって。15、13。え、今確定14って出たけど。え？あ、でも14でもいいか大丈夫。14も勝ってたし。あ、じゃあ私外れたかもしれない。外れた。外れた。14って言った？え、多分14って出た気がする今。15、14、6だ。あ、本当だ。14だ。出ました。はい、お願いします。見て、当たりです。イエーイ。ここに、イエーイイエーイ。皆さん見てください。ここに私が当てました。当たりのマークが見えるかな。ついてます。ここね。では金額を見ていきたいと思います。そう、感じに見えたな。見てないよ。まだ開いてない。本当にここに今まだ見せてます。いきます。1万円買ってたもん。だって購入が1万円になってた。して、マジで間違ったんだ。購入金額1、10、100、1000、10万ってなってるよ。え、払い戻し金額1、10、100、1000万、80万買ってないんだけど。100万、1000万。嘘つくな。やば、やばって。購入金額10万ってなってるじゃん。1、10、100、1000万。だって10万買ってたってことじゃん。まあ、っていうのはちょっとドッキリでした。あー、何よマジで。だと思った。今日10万になってたし、過激。これ戻せなかったわ。では本当のやつを発表したいと思います。とね、あの、時間がもっとあればねできたんですけど、今日時間がなかったのでちょっと雑になってしまいました。でもミクが今回初の当選をしたということで、今回は今回勝ち当ててプラスです。しかも、うん、3連服いくらついたか知ってる？知らん。5000円ついてました。で、5000円で、ワイドが600円ついてました。ワイド600円ついてて、肉は500円かけてます。1200円か。なんで1200円なの。肉はワイドで600円ついてました。500円かけてました、うん、いくらだったでしょう。3000円。そう、あ、3000円か。1600円しか買えなかったので、3600円今回購入しまして、払い戻しが8300円です。引いて、3300円の勝ちです。からの4700円プラス1000。あなたの買ったのもプラス。邪魔だから。なんでそういう時だけ頭いいの。めっちゃそういう時だけ頭良くない。普段頭悪いの。なんでそこで1600円プラスっていうのがさ、パッて出てくるの。やばー。じゃあ、お願いします。8300円。まあ、私の方が入ってるので。最低最低。緊急で競馬した回がありましたね。あー、先輩にしなければよかったね。いや、もうね、あのね、それどころじゃなかったの。こっちはね、あの、急ぎでドッキリをしないとと思って、急遽パッて、あって思いついて、その工作するのに必死で、で、折半にしないで、あの、しない設定の方がいいかなと思った。じゃあいいよ、2000円で。ゼロでお願い。ふざけるな、ゼロだ。プラスになってるだけじゃん、自分が。自分プラスになってるだけじゃん。あ、そうか。そうだよ、そのプラス分をみくにも、まあ、回してくれたら。あ、そういうことね。そう。ということで。今回の競馬ちょっとやっぱ面白くなってきた。うん、面白くなってきた。ね、何それ。
という形で次はまあ協定だったりとかね挑戦してみようと思います。はい、ではこの動画がいいと思ったらチャンネル登録この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。バイバイ。大事なところではそれはないそれは